現役プロ野球選手が異色の少年野球支援に乗り出した話の舞台は県中央部にある群馬県渋川渋川市人口は約7万2千人で春名山赤城山などが周りを囲む山間都市だ実際の写真自腹で支援している中日の人気選手って誰少年野球なのにまるでプロの環境 ナイターで練習お着み当番なし、実際の様子を一気に見る。2年前の2022年12月、この地に小中学生を対象とした軟式野球のクラブチームが新設された。チーム名は SYC、故障 SYC。メンバーは、主に中学校に野球部がない子供たちで構成され、渋川市近辺から集まっている。その運営をサポートするのが、 渋川中野球部出身、後藤俊太、中日、31歳、である。忙しすぎる教員、部活の限界、後藤の中学時代からの恩師で、同チームの監督を務める鈴木智明さんがチーム設立の行きさつを明かす。きっかけは2年前、外部コーチだった渋川市内の中学校の部活動が廃部になったことでした。 日本スポーツ協会公認の軟式野球コーチという資格を持っていたので、クラブチームを指導できることが分かり、話がスタートしました。そもそもその資格も、中学時代に、俊太がプロに行きたいと言ったので、興味本位で取得したのがきっかけ。結果的に今の形になりました。中学生の野球は、選択肢が大きく二つに分かれる。 プロ野球など高校生以上で主に使用される公式球を使うリーグ、ボーイズリーグ、リトルシニアリーグなど、と、ゴムで作られた軟式球を使う中学校の部活動や地域のクラブチームだ。今回の SYC は後者、鈴木さんは、現状で言うと、月謝がかさむ、金銭面や実力面で公式のクラブに行けない子が SYC へ来ている状況。でも今後メンバーが増え、 競争力がつけば、数年後に一つの選択肢として見られていく、と見通す。県内に4つある中学軟式クラブチームは、中大連の県大会に出場する権利がわずか1枠。まだまだ、市民権、を得たと言えない状況下にある。私も渋川に足を運び、チームを訪れた。ライター練習前、選手たちは、突然現れた謎のライターにもひるまず、 全員が立ち止まり、こんばんはとはつらつと挨拶してくれた。まだまだ相手の胸元へ正確なキャッチボール、とはいかないが、やらされている感は、にじんも感じなかった。文化庁は2023年度から3年かけ、休日の部活動を各地域のクラブチームなどへ移行すべく整備を進めている。教員の負担軽減など様々な要因で、 野球に限らず中学校の部活動運営に限界が来てしまったのだ。